みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。お久しぶりです、鬼ヶ原刑事。出迎えはいらないと言ったはずですよ、お嬢さん。何か分かりましたか？ああ、当時の記録を再調査した結果、影山と関わりのあった人物にとんでもない名前を見つけた。そいつの名は苦手っつうか、食べないと栄養が偏ります。だから、お、人参のゼリーです。すりおろして甘く味付けしたので食べやすくなってますよ。甘くったって。うまい。しばらくはこれで慣れて少しずつ食べられるようになるといいですね。
おお、サンキュー。あ、ドリンクといいゼリーといい、一人前のマネージャーになろうと一生懸命だな。ああ、うめえなこれ。クユッペは今もこれからも大事な仲間さ。いいね、俺も食べたいっす。ごめんなさい、これはつなみくん用で。事故で両親を失ったショックのあまり、食事も取れず死の危険さえあった。だから冬香を救うためには催眠療法で記憶を変えるしか方法がなかったんだ。遠藤、お前は冬香が幸せな時に一緒にいた。お前といることでその記憶が呼び起こされているのかもしれない。記憶が蘇れば冬香はあの辛い過去と向き合わなければならない。それに耐えられなければ今度こそ。今の冬っぺならきっと大丈夫だ。しないといけないことがたくさん。冬香。あ、お父さん。どうだ。うん、すごく楽しい。私、稲妻ジャパンのこのチームのマネージャーになれて本当によかった。そうか。うん。練習試合？相手はスペイン代表レッドマタドール。僕たちとは別の予選リーグ、グループ B の強豪国です。予選を突破できるのはグループ上位2チーム。我々は残り1試合、しかもその相手は現在1位のイタリアだ。他のチームの勝敗次第だが、おそらくこれに勝たなければ予選突破はない。同じようにレッドマタドールも次に勝たなければ予選を突破できない状況下に置かれている。よって互いの戦力アップのため練習試合を行うことにした。お兄ちゃん、影山を意識してるからかな、表情が硬い。次の試合にはあの技が重要になる。ああ、レッドマタドールには練習台になってもらうぜ。コーチーフェンギーサンド。調子がいいみたいね。はい。ま、こんなもんか。技の完成度も前以上だな。起動。起動。レッドマタドールの特徴は？彼らはキャプテンケラルドを中心とした攻撃型のチームです。マタドールフェイント。あのオフェンス技は侮れません。
二次元山反動。互角の展開ですね。しっかりしなきゃ。大丈夫。もう一点取るぞ。皇帝ペンギン3号だ。お前、何焦ってんだよ。おい、聞いてんのか。キド、データ収集完了です。後で見せてください。もちろんです。決勝トーナメントで会おうぜ。ああ、今度は勝負をつける。練習試合とは思えないくらい。本当にいい試合だった。1223稲妻